秋田県立図書館都道府県立図書館とは、日本の都道府県が設置主体となっている公立図書館のことである。多くは都道府県庁所在地に設けられているが、機能分散の一環で都道府県庁所在地以外の都市に設置する都道府県もある。図書館情報学者の大串夏美は、都道府県立図書館を2015年現在、第一類計、 県域の中核図書館、第2類型、郊外移転した図書館、第3類型、市町村立図書館と一体化した図書館の3つに類型化できるとした。この中で、第1類型の図書館が評価されやすく、メディアにも取り上げられやすいと指摘し、具体例として、秋田県立図書館、山梨県立図書館、鳥取県立図書館、岡山県立図書館を挙げた。 大串はさらに都道府県立図書館の役割として以下の4点を挙げた。市町村立図書館の支援市町村立図書館の職員研修調査、研究、新サービスの創造公的サービス提供施設としての責任なお、第二次世界大戦前の図書館例には中央図書館制度があり、各都道府県の公立図書館のうちの一館を中央図書館に指定し、 貸出し文庫の設置、図書館調査、指導、目録の編集、配布、機関紙の発行、物品の共同購入の斡旋、共土資料の収集などの役割を中央図書館が担った。大抵は都道府県立図書館が中央図書館に指定されていたが、神奈川県、兵庫県、広島県では県立図書館が存在しなかったため、各県の県庁所在地が設置していた。 私立図書館が指定されていた。都道府県庁所在地でない都市に本館が置かれている、場合は太字で示す。ABC 大串2015、P185、大串2015、ピアニッシも185から188、大串2015、P185 から186、山崎博樹秋田県立図書館の公民館図書館支援。 生涯学習研究維持典。日本生涯教育学会。2017年2月27日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年3月11日閲覧。ABCDE 大串2015、P186 大串2015、ピアニッシュも186から187、AB 大串2015、P187 大串2015、 ピアニッシも187から188。兵庫県立図書館も1974年の開館時から2001年までは一般貸し出しを行っていなかった。岡山県立図書館、10年連続で都道府県立図書館中、来館者数、個人貸し出し者数1位を達成したことを発表。カレントアウェアネスポータル。国立国会図書館。 2017年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月11日閲覧。都立図書館利用案内 Q&A。東京都立図書館。2017年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月11日閲覧。三重県総合教育センター編 1981p1019 19。ありがとうございます。